ちじゃないんだよね。亀太郎です。こんにちは、シャキです。いきなりですが、今日は2021年に孵化した子亀たちの庭池デビューの様子をお伝えします。ちびすけとか小さい子もいるけど大丈夫かな。ちょっと心配なところもありますが、この先輩亀たちがいるこの池でたくましく育ってもらいたいと思っています。あと子亀たちは孵化してからずっと身体測定とかしてなかったので、まず校長だけ測ってから池デブーに移りたいと思います。それではスタートです。それではちょっと校長だけ測っていきます。まずシワシワくんからいきますね。校長、63ミリですね。次はナナシくん。校長、70ミリですね。そして最後はチビスケ。校長、36ミリ。ちょっとやばいよね。孵化した時25ミリくらいだったから1センチしか成長してないね。それではこれから庭池デブーさせます。ちょっと待って、この池にいる先輩カメさんたちも測ってみようよ。あ、そうだね、半年くらい測ってないからね。半年くらい測ってなかったけど冬眠してたからあまり大きくなってない気がするね。そうだね。あ、けどこの子2ミリ大きくなってるよ。じゃあ次の子はどうかな。この子は変わらないね。今度はチビちゃんね。チビちゃんもあんまり変わってなさそうよね。うん、変わってないね。最後はこの大きい子ダメ。この子も1ミリだけ大きくなってるよ。やっぱり冬眠中は何にも食べてなかったわけだし、こんな感じなのね。それではいよいよ庭池デブーです。ちょっとドキドキするよね。うん、みんなと仲良くできるか心配だよ。あっ、ちびすけが動き出したの。けど池はそっちじゃないんだよね。あっ、シワシワくんも釣られて動き出したの。
というわけで、今回は2021年生まれの子ガメたちの庭池デビューの様子をご紹介しました。ちびすけが小さすぎるので心配なんですが、こまめに様子を見るようにします。まあ、あとは慣れていくしかないからね。ですね。ですね。とりあえず先輩カメたちからマウント取られたりとかいじめられるようなことがなかったから良かったです。そうよね。何年か前には先輩カメたちにいじめられた年もあったからね。あの時はびっくりしたよね。うん、あれはひどかったね。ですね。ですね。というわけで今回の動画はこれで終わりです。この3匹の様子は今後もまた紹介するようにしますのでご期待ください。あと最後までご視聴いただきありがとうございました。それじゃあグッバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。